します。イカズチよ、頼むから当たらないように起きれよ。まだまだだ、危ないよ。サロン頼むだ。願いだ。わしをお前と同じ無敵の魔人ジーニーにせよ。
魔人ジャファー、ランプの中へ戻れ。ジャスミン、ジャスミン、逃げた方が良さそうな感じ。ジャスミン！落ち込むなよ。まだ一つ願いが残ってるだろう。ほら、言ってくれよ。ジャスミンを探してくれってさ。僕は願う。ジーニーを自由の身にしてくれ。ある。これでいいんだ、ジーニー。どこへ行くのも、何をするのも君の自由だ。だけど、できれば空がジャスミンを探すのを手伝ってほしい。悪いが、俺はもう誰の命令も聞くつもりはないね。だが、親友の頼みってやつはまだ聞いたことがないから。試してみてもいいかもな。なあ、アル、俺たちは親友かい？ジーニー、任せとけよ、アル。
ャッファーのやついいとこまで行ったのにね。しかしあっさり見捨てるとは冷たいよね。俺は計画通りプリンセスを連れてきただけだ。ハートレスに取り込まれた者を救う術はない。憎しみに身を焼かれた哀れなジャッファー。よせや、俺だってあいつがどうなると知ったことじゃない。ところで、あれはもう見てもらえたかな？約束したろ？我々に協力すればお前の望みを叶えてやる。帰り！迎えに行っておやり、船は用意してある。俺様の船は客船じゃないんでな、乗り心地は保証しないぜ。どうして俺のためにそこまで？何が狙いだ？狙い？そんなもの。私はね、お前のことを我が子のように思っているのさ。信じられないな。信じなくてもいいさ。でも私は約束を果たしたからね。Mm-hmm.